駅のトイレ、うん、駅でもうめっちゃお腹痛くなって、うん、俺トイレ行ったのよ、うん、多いね、あの地元の駅のトイレ、ね、はい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 、でさ地元の駅のトイレ入ったらさ、うん、その俺大きい方入ろうと思ったら、うん、大きい方個室2つあるやけど、うん、入った瞬間にさ外人の人がさ、うん、お尻丸出しを お尻丸出してさ、うん、こうやって歩いてたのよ。どういうことその俺がだからそのトイレの中に入ったってことその個室じゃなくて、いやそうトイレの中に入ったら あのお尻丸出しの外人の人がこうやってその横のなんか歩いてたのよ。で意味わかんなすぎるよ。マジで意味わかんないそれは。でえー、ってなって俺外人の人がその横のもう一個の個室の方に入ろうしてんだ、多分移動してたの個室から個室に。で俺お腹痛いから入ってその外人が出てきた方から入ったら、そのトイレットペーパーがないのよ。あーなるほどね、はい、そっちの個室に、はい、はい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 、はい、だから多分その外人の人は、外国人の人はそのトイレットペーパーがないから、うん、そのままお尻出したまま誰もいないかなと思って、うん、横にすごいね移動してたと思うよ、うんうん、だからさ、俺でもトイレットペーパーないじゃん、うん、でもないじゃん、紙が、うん、まあね、ネタ帳しかないのよ、俺、カバンの中、うんうん、だからその外国の方にそのトイレットペーパープリーズってさ、その自信ないの合ってるかどうか、その英語コンコンして、うん、トイレットペーパープリーズみたいな、うん、言ってたさ、外人の人がノーって、なんでノーって言うの、そう意味わかんないじゃん、いやいやノーノーノートイレットペーパープリーズってノーつって、そのカラカラカラって聞こえんのよ向こうで。なんでだろう、最初笑ったのが多分腹立ったのよ多分俺が。あーなるほどね、しかも自分は移動してきたのにお前その苦労してないじゃんっていうこと。でそしたらその 外国の人がさ、ま、そのおわジャーって流れてさ出ていこうと聞こえてさ、そしたら俺ももうそれやるしかないじゃん。いや残された道は。でもその人気も少ない駅だから。あーなるほどね、だからもうこうやって聞き耳立ててさ、俺もう終わってんだよ、要は全て終わってんだよ、聞き耳立ててさ、人いないのと思ってさ、ガチャって開けてさ、おうおう、俺もその外国の人みたいにさ、ね、こうやって、もう情けないよ、ほんま情けないけどさ、こうやって移動してたらさ、後ろからさ、あの外国の人が、ヘイっつって聞こえてさ、後ろを向いたらさ、外国人がトイレットペーパー持って、ヘイっつって、やばやばすぎるんでしょ。でもその人が結局トイレットペーパー渡してくれて、そりゃそうだろう、うん、お尻拭いてみたいな。お前も一緒のことやってんじゃんつって。いやそうそう、やっぱノリいいんだね外国の方、ね、だからそれがその俺も思ったのよ、うん、そのノリがいい方でなんか捉えたの俺も、うんうん、ちょっとそのいい人だなみたいな、いやそう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 、ノリいいんだよ、なんかすげえ友達になれそうなその感じあったなみたいな。確かにね、ああ